久々だなマリオ嬉しいぜはい、というわけで、今日も、マリオカート動画やっときますってなんだやります、で、前回と引き続き川添さん主催の、実況者宅配という大会の2グランプリ目の動画になります。もし、よければ1グランプリ目からご覧いただけるとより楽しめるんじゃないかなというところです。では、前置きはこの辺にして動画の方、本編の方どうぞ。はい、ということでね、今回も引き続き、川添さん主催の、実況者タッグ戦をね始めていきたいと思います。まあ、残り2分なんですけども、まあ、中間集計出まして、まあムツサントスチーム予想通り最下位ということでね、あの4位が同率49枚、うちが41枚なので8枚差ですね。まだなんとかなると、まだなんとかなる、ここから落としすぎなければまだ最下位脱出は全然見えるんじゃないかなというところで、まあいい位置ですよ。まあまあここ予想してたから、まあ、ここから上げていけばいいということでね、ちょっと一斉まあね、多分これ後で編集でも思ってると思うんですけどはしゃぎすぎだな、ちょっと1グランプリ目ちょっともうね、誰が何位とかね全然見れなかったわ、なんかもうもうね、あのね、視野がねもう全然狭かったわ、本当にもう真っ直線しか見えなかった、もう視野狭すぎて、もうなんか、なんで、何やってんだろう俺みたいな。あ、やばい。B パッドの電源切れる。B パッドの電池切れるわ。やばい。いやー、ほんと、ツイッターやってるだけで、これだけ、まあ、この、今日参加者の皆さんと接点がまだあるわけじゃないけど、ツイッター、ね、やってるだけで、かなり、ポケモン勢の方とはいろいろな方と、お知り合いになられて、慣れて、こうやって一緒に走ることができるのは本当幸せなことですね、本当にね。やっぱね、一人でやるよりか、こう、ポケモン実況者さんとかね、知り合いの人とみんなで、おっ来るか。俺がいい話してるところで、川添さん、ぶっ込んでくるな。いやいや、40分なっただけなんだけど。まあ、どうですかね。まあ、どうしようかな。今日ハーバー練習したんで、ちょっとだけ。なんでハーバーにします、今回は。2周目からはハーバーにする。サントスさんはピースかな。よっしゃ、とりあえずとりあえず愛のゴリラには勝ちます。愛のゴリラ勝って、でもね、やっぱね、チーム戦だから、やっぱね、チームを最下位から脱出させたい。まあ今まあ相変わらずお化けチームが1位だったんですけど、やっぱりあの日本代表ビッグゾーさん率いる、あの高齢と2人のチームが、まあ、ぶっちぎり1位だったんですけど、まあ、それ除いて1個でも2個でも、ね、順位上げたいですね。よっしゃ、行くぜ。これ、ヨッシーの人、あ、シンさん、ベンツ乗ってんだ、すごいな。でもね、シンさんね、さっきツイッターで、あれ、なんだっけ、あのね、隣の人に壁ドン食らって、お通夜モードって言ったから、これ、かなりね、戦力ダウンですよ。もう、俺が勝つ。あー、ちょっと、怖い、ケツにつけんなよ、ゴリラ。よっしゃ。みんな、ショートカットしてきますね。今、多分ね、後ろに投げたんで、当たったと思います。あ、ちょっとゴリゾリさんには近づけねえ。うわ、ちょっとこれきつい。コインきっちり回収して。ちょっとトータスさん、ダゴン点はやめてください。トータスさん。はい、こちら無痛ですけど、トータスさん、ちょっと、ダゴン点ダメです。本当にダメ。よっしゃ、よし。いい感じだ。あ、ビッグゾーさん、それまずい。絶対ミドルコーン投げんの。ビッグゾーさん、日本代表とあおろかったから、この俺みたいなカスみたいなレート。ちょっと待って、ゴリゾリさん、絶対後ろに投げる。ほら、見たことか。絶対後ろ投げると思ったら、絶対投げる。川添さん、そういう人ですから。よし、とりあえず。抜かれないためのアイテムをこちらで作ってですね、これ多分ね、ビグゾーさんはこれ抜くタイミング考えてますね。うわー、汚ねえ、誰だよ。ビグゾーさんは余裕で、うわ、みんなショートカットしてる。鬼だな。これ使っとかないとダメだ。これ使っとかないと、あの次のアイテム回収できないんで、さっさと使っときます。トータスさん、ヨトさん、が、ま、前方にいる状況。ねじる妖怪はなぜかここまで順位落としている。あるしチャンスかもしれん。あるしチャンスかも。神。あー、ちょっと待って、今回今ヘッドホンしてるから、正直スターの音あんま聞こえねえんだよな。あー、ゴールデンキノコ持ってるずるい人がいる。誰だこれ。あー、お前。もう、あーね、煽れるってね、俺結構煽りプレイ好きなんですよ、ね、もうなんだよ今の残りっぺみたいなやつは。あれ取りてえな、1個でも。1個取りてえ。あ、シンさん抜きたい。あ、シンさんダート突っ込んでる。よし、チャンス。あー、やばい。うわ、ちょ、耐えろ。なんでキノコ1個。とりあえずきっちりサンドル決めておいて、
とりあえず、いや、審査引いてけ、頑張れ、審査。あ、打ち合わせ通りに行け。打ち合わせ通りにお願いしますよ、審査。審査、打ち合わせ通りにお願いします。イン取ってくれ、アイテムは取れない。まあ、それはある種仕方ないところある。諦め。あー、危ない、トゲゾーン、危なかった。今、危なかったな。ちょっと、これ見てますか、ビッグゾーンさん。終わった、4位だ。お、今、俺2周目だと思ったわ。これ、ビッグゾーさんとね、ビッグゾーさんにね、教えてもらったんですよね。あの、ドリフトの。あ、ちょっとこれ説明します、次の。あ、いや、次。もう今説明しよう。あの、ターボってさ、あれあるじゃん、2種類。あの、最初は青い火花が散って、最後赤い火花が散るじゃん。で、赤い火花が散った方が、あの、その後、ターボがすごい長い、速いターボになるんですよね。だから、できるだけ、青ターボじゃなくて赤ターボまで貯めるのがすごく重要になるんですけど、そこで重要になるのがこのターボの早溜めというテクニックがあって、まあやり方とかはね別にあのまああのいいんだけど置いといて、やり方は置いといて、まあそのターボを早く貯める技術があって、それもねあのねずっとねタイマータックで練習してたんですよね。よし、ハーバーアルトさん、僕も選んでますよ。ハーバー練習しましたからね。ただ練習内容をそのまま出せるかというと微妙なところなんで、ちょっと安全系でいきましょう。ちょっとあのタイムアタックでやってるときはね、散々攻めまくって走りしましたけど、多分あのそれ通りにだからミー多くねえかこのレース。ちょっとあのレートの陣外の人とミーが陣外の人は2種類いるんですよね。ミーが陣外の人はみんなミーで走るからな。オッケー、きっちりサンドル決めて、それっぽい上級者っぽい走りを決めていく。ここはとりあえずこっち行くのが正解ですが、これは下手くそ報告。これは下手くそ。そして12位で緑コーラ出ちゃうっていうね。これはひどいですね。危ない。ああ、危ない。メスボタさん、それ行きませんよ。ビュー。いや、俺のスーパー何かが飛んで、危ない。あ、よかった。いやあ、うわ制御できねえ、全く。これはあかんな。開きませんな。ちょっと抜いてて。ヨッシーさん抜いてて。よーし、ナイス、ヨッシーさん、ナイスですよ。ナイスです。あ、ちょっと待って、これ、一回外から行きましょう。全然アイテム回収できない。ヨッシーさん何引いてる？あ、とりあえずブーストいただいていきまーす。赤コーラ僕でーす。くそー、いや、トータスさんの赤コーラ。これは素晴らしい。お、サントさん、いけ。サントさん、俺ちょっと今回無理っぽいから、行ってくれ。練習したけど無理っぽいから。あ、来たな、愛の戦士。お前を潰すために俺生まれてきたんだ。そして俺テクニック磨いた。よし、ここは、意外とこっちの安全ルート通っていった方がいい。そうだろう。よし、いい感じに攻めて。これはスター誰ですか、あれ。ちょっと待って、絶対動画で確認してるからな、あれ誰だったか。絶対動画で誰だったか確認してるからな。ゴリゾエさんはバイク乗ってるから、多分あれ愛の戦士なんだよな。クソ、愛の戦士さんやりますね。うわー、ちょっとやばい、邪魔だ。ゴリラ画面閉めすぎなんだ、ゴリラ。全然アイテム取れねえ、タイムアタックじゃねえんだぞ。あー、ゴリラ重い。これ絶対の選手さんでしょ、これ。ほら。許せねえ。おっしサンドリのこと見たか、ライトニングドリフとかしてる場合じゃないんだよ。あー、もう本当に練習したんですか、ムツンさん、このステージ。おっしゃ、一発逆転アイテム引いちゃう。もうダメだ、もうこのチャンス生かせねえやつはマリカやっちゃダメだ。今のとこ壁ドンしちゃダメでしょ。オッケー、きっちり。これ本当に俺上手くなってない？そうでもない。これ絶対愛の戦士でしょ、これ。とりあえずこれまだ最終コーナー抜ける可能性ありますよ。これアイテム取ることが何よりも大事だったのに取れなかったんで、これ終わった。アイテム取る練習からかよ、マジで。ムツは下手だな。サントさんに任せよ、これ。で、俺はこれ以上順位落とさないことが大事。早ダメしてきっちりサンドリしてゴール。ゴリラどうした？調子やばそうだな。まあ今7位ということでね、ちょっとこれはこれから上げていきたいな。ちょっとでも、いやー、ちょっとここ重要ですよ。ここ踏ん張らないとチームは上昇しねえ。うわー、ヨヨキチさん、えぐいコース選ぶなー。グラグラ火山きついぞ。とりあえず勝ちたい人には勝ってるんで、まあいい感じですかね、今のところは。勝ちたい人には勝ってますよ。サントスさんも7枚か、頑張ってるな。ちょっとここは僕もちょっと、
踏ん張らないといけないところですね。はい、ここ、あー、はい、爆発みたいな。いや、これ頑張るしかねえ。あー、やっぱ川添さん下手くそだな、スタートダッシュ。人のこと言えないみたいな。いやいや、むしろ自分も下手くそだから言えるところはあるからな。なんかいつもなんか川添さんと一緒に後ろからスタートみたいな。あー、はい、スター持ってる。ちょっと待って、これちょっとあの愛の戦士さんにちょっとこれ切り開いてもらいましょう。ちょっとこれキノコある程度使っとかないと、これ次のアイテムで、あ、これやばいやばいやばい、タッチアンドゴーしちゃったらもう俺の軌道はめちゃくちゃ。あー、よく持ち直した、素晴らしい。シンさん、愛のゴリラ、そしてサントスさんが前方には3人揃っております。そしてここダメですね、これはいけません。まああんまり得意じゃないステージっていうのは置いといたとしても、ちょっとこれはひどい。11位です。ちょっとここから順位を上げていきたい。ここでもスタートが良かっただけに、これもったいないですね。スタートってあれだからな、1試合目だからな。この試合におけるスタートはクソ悪かった。とりあえずスターで切り開いとこう。お、よしさん、オッケー、2連はでかい、2連はでかい、2連はでかいですよ。オッケーオッケーオッケー、いいですよ。うわっ、ここタッチアンドゴーしないで、ここ早めに着陸します。ここはきっちりとダッシュを引いて、アイテムは取れない、きついきついなー。あー、ちょっと待って、ここはあれだ、あー、しょしょしょ、誰か抜いた、シースターだな。よし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 、1個順位上げたぞ。で、6位以下に行きたい。6位以下狙わないとチームは上げらんね。サントスさん今ない？サントスさん今どこ行ってる？サントスさん結構早いかな。サントスさんちょっと頑張ってくれ、頼むから。俺も結構頑張れない。あ、やばい、ここアイテム交換したい。ダーメです、これ。風を拾ってる。最後のアイテム絶対拾えよ、絶対拾えよ、むつ絶対拾わないとダメだぞ。ここはちょっとこっちルートから行きます。これ結構ね、こっちのルートの方が、こっちのルートでも結構行けることが分かったんで、よし、キッチンアイテム回収。ダー、耐えてくれ。よし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 、リカバリスーパーバナナ、リカバリスーパーバナナ来たよ。よしよしよし、一人こけてる、一人こけてる、一人こけてる。しかもあれコースアウトした、絶対コースアウトした、絶対コースアウトしたから。あー、これ抜けねえか、ないか。ビクゾーさんお化けだな。非常にレート団地だもんな。うーん、6位に1個順位上げたが、アルトさんと同率ですね。これはいい試合。そしてダブルゴリラは8位9位か。よし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 。主催者さんチームには勝ちたいですね。川添さん率いる愛の戦士さん率いるチームには。こんなに煽ってる方大丈夫かな、後で怒られないかな。まあ多分ね、愛の戦士さんも相当僕のこと煽ってますから、多分大丈夫だと思います。暴論。これ何レース目、これ最終レースか、もしかして。どうしようかな、さすがにね、できれば1回走ったステージは選びたくないですから、まあ俺のホームスタジオヨシバレー、ヨシバレーで締めるか。1回ぐらい引かないかな。ラストレース、ラストレースかな、ラストレースだな、ラストレース。いやー、1個でも順位上げてえな、これ。1個でも順位上げたいですね、これ。今のところ、今トータ総合6位でしょ、サントスさんは。あ、サントスさんも12枚か、頑張ってる、頑張ってついてきてる。ヨヨキさんに勝ってんじゃん、ヨヨキさん逆にどうした。あ、シンさん勝てそうだよ、サントスさん、頑張ろう頑張ろう。ラストファイナルレースはレインボーロード。はい、ここ、これは成功した、さすがに成功した。これはスタートダッシュ研究家の僕もね、さすがに成功を確認します。ここは、うわ、ちょっとやめろ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 、画面に映りすぎなんだよみんな。ちょっとここはちょっとブレーキ入れ挟みながら、あー、サントスさん頭がした。ちょっとこれ順位、あーこれ、あのメルマモさんが相当暴れてくれたおかげで意図せずゲインしましたね、この順位まで。これはここ走るのが早いんだ、一番。オッケーオッケーオッケー、アイゴリいるぞ。キノコ3つ、はい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 、これキノコ3つか。いやいやいや、使っとこ使っとこ。で、ここはドリフトしながらここに落ちる。あ、誰だよ。あ、ゴリラがバナナ食ってる。普通みたいな。おい、危ない。誰誰、あれトストスかな、トストスだったら絶対僕にぶつかんないでくださいよ。危ない危ない、トータスさん危ない。これ誰、このかっこかわいい人、メスブタさんだ、メルマモさん、メスブタさんチーム。現在6位、まあまあ悪くないですね。2周目でこの順位だったらかなり悪くない方でしょう。きっちり抑えていきたい。あ、ここでバーン、やばいやばい、あっ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 
やばいぞカルトさん、あーうわおいマジかよてか愛の戦士さんはなんでこんな順位低いんだよいつもあなたレート高いでしょいやーやばいなー、これサントスさんにかけるしかねえなー。あ、ラッキーとこ出るな。これはね、僕学んでるんですよ。これ学んでることが一つありまして、ここショートカットした瞬間にここです、使うのは。うん、確定した瞬間、ここです、バーン。ここで使えばかなり、うわすげえ団子じゃん、いいじゃん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 、抜かしとこ抜かしとこ、邪魔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 、おら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 、あろ9位までゲイン。やっと勝負に勝負になる、勝負できる順位になった。あーでも結構一個一個の順位が離れてる。そしてこの黄金機能がかなり使いにくい。どうしましょうこれ。まあほぼ意味ないですよね、あそこの何ですか何ですか、あのアイテム、トゲゾーはもうビグゾーさん専用アイテム。あ1位ビグゾーさんじゃないぞ。でもどういうことか、あれかな、あの人トゲゾー見てから順位下げたりするからなもう何が正しいのかわからんわ。ここでこういう微妙、ここのカーブでは使いたくないですね。ここから使いましょう、ここから使いましょう。1個か2個順位上げるぞ、1個か2個順位上げる。ここ突っ切れるんで、ここ突っ切れるのが非常に大きいところ。あーこう最終でゲッソーはマジで何なの。あやばいやばいやばい、ここでサンドしちゃった。あビクゾさんにその隙を突かれて9位あの一瞬の、いやーあでもあーシンさん本気出してるな。うわートータル8位かあー、アルトさんに負けてるか。アイボリには勝ってるか。ていうか、主催者チームはどうしたんだ、これ。はい、というわけで、僕は、今回のレースではトータル8位ということでね。まあ、どうですかね。1グランプリ目が1レース目、2レース目をぶっちぎって、その貯金を3、4レース目、4レース目で使った感じだけど、今回は、じわじわと貯めて落としたみたいな感じでしたね。いやー楽しかったな、もう壁ドン食らなかった奇跡だ。これちょっと隣の人に謝らなきゃいけないんだけどちょっと挨拶しとこう。いやーすっげー楽しかった。あとね、あと4グランプリくらいやりたい。ありがとうございました、お疲れ様でした。次は負けない、エキサイティングハンドルでいきます俺が一番ハンドルでいく。いやー楽しかったな。これあと最後川添さんの集計待って、トータル何位になったか見て、終わりにしたいと思います。とこれ集計すぐ発表するのかな、もうちょっと待ってみましょうか。まあそれ見てこの場が終わりにしたいと思いますと。じゃあちょっと集計待ちということで、はい、というわけで川添さんから集計の方が来ました。こちらになります。わあ、チームの順位は上げられませんでしたね。主催者チーム、ゴリチームにあとちょっとだったんだな。ちょっと、あれですね、ねじれチームはやっぱりこれ、ちょっと頭おかしいですね、ちょっとこれ、順位。でも、総合で一応今回8位ということで、大躍進じゃないですか、これ。まあ今回6対6のチームじゃないから、なんともですけど、かなり大躍進。大躍進だと思うんだけどな、これ。相当頑張ったと思います。でもちょっとまだまだね、他の実況者さんにはね腕がついてないということで、もっともっと練習してね、同じ土俵に立ってたらなと思いますんで、むつ頑張ります。次の大会はね勝ちますよ、もっともう成長性だけで勝負するから練習するから。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。大会初参加ということで、いや、違う、初参加じゃないんだけど、タッグ戦という形では初参加で、川添さん、本当に楽しい企画ありがとうございました。また多くの実況者の方と走れて、本当に楽しかったです。皆さんお疲れ様でした。また機会あったらぜひ、呼んでいただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また皆さん次のパートでお会いしましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。